どうも、りょうまです。今回はですね、こちらのゲームをやっていこうと思います。っていうか、なんかいきなりタイトルとかもなくね、いきなりこの画面からのスタートなんですけど、こちらのアプリのゲームなんですけど、家出少女っていうタイトルのアプリのゲームです。多分ね、なんか家出少女をこういろんな選択をして、なんか助けたりする感じのゲームなのかな。ちゃんとね、内容分かってないんですけどね、早速やっていこうと思います。俺の名前はタケル。一人暮らしのしがないサラリーマンだ。一般企業に勤めて会社に消費されるだけの毎日を送っている。勤務し始めてしばらく経つが、出世もできずに平のまま、給料もそんなに良くない。それに最近はずっと付き合っていた彼女に振られて昇進気味。めっちゃ辛いじゃんそれ。なんかいいことないかなとか、ありふれたことを考えながら帰路につくそうだ、いつもの道で帰るのもつまらないし、ちょっと気分を変えて寄り道でもしていくか。何か面白いことが起こるかもしれないしな。おお、選択だね、いきなりね。まっすぐ帰る、寄り道してみる。でもなんかさ、今最近ね、彼女に振られてね、ちょっと最悪な感じだから、寄り道してね、何か新しいのを見つけられるといいかなって感じだから、寄り道してみようか。そう、その通り。いつもと同じことしていたら、いつもと同じことしか起きないじゃないか。うん、確かにそうだね。やっぱりこういった新しい試みや変化っていうのは必要なんだよ。毎日変わり映えしない生活を送って、死んだ魚みたいな目をして生きるのはごめんだ。人気気のない脇道へと俺は入っていくのだった。え、ここで言える少女に会うのかな。薄暗い帰路を進んでいくと、パラパラと小雨が降ってくる。これは本降りになる前にさっさと帰った方が良さそうだ。今日は雨、予報雨だったっけか。毎日ニュースは見ているけど、ほとんど記憶にないぞ。普段どれだけ適当に生きているのか思い知らされるな。まあ、これ自分一緒だわ。自分なんかね、天気予報のね、見方がよくわかんなくてね、いつもね、見ないんですよね。小走りで路地を進む途中、電灯に照らされたゴミ捨て場が目についた。なんだ？パンパンのゴミ袋の山の中に、人型のものが紛れている。なんていうか、マネキン人形ってやつ、こんなのを捨てるやつ、いるんだな。よく見てみると、小柄な女の子の人形じゃないか。服もボロボロだし、肌も薄汚れてかわいそうに。パッと見人間が捨てられてるみたいな感じで嫌だ。マネキンでも確かに、急に見たら、パッと見人間だって思っちゃうよね。生きてんじゃん。これが、家出少女ってこと、もしかして。喋った？この人形もしかして、あ、いや、人間なのか。それにしてもどうしてこんな場所に？まさか本当に人間が捨てられているなんて。これでも拾わないにしたら物語つまなさそうだよね。まあ、一回拾ってみるか。これセーブとかってあんのかね、今思ったけど。でも画面にないよね。まあ、進めていくか、拾う。とてもこのままにしておけないよな。まだ彼女は生きている。俺が見逃したら死んでしまうかもしれないじゃないか。誘拐だとか不審者とかいう言葉が脳裏をよぎったが、選んでいる状況ではない。確かにね。この状況でほっとくのもなかなかあれだもんね。よし。雨もひどくなってきたことだし、とりあえず俺の家に運ぼう。あ、起こさないの？これ何？意識ないまま運ぶってこと？俺は女の子を担いで自宅へと向かった。一回起こすんよ。ひとまず女の子を自分のベッドに寝かせて落ち着く。このぐらいの女の子の体重ってこんなに軽いんだな。俺のようなガリガリ体型でも容易に持ち運ぶことができたぞ。おー、ガリガリ体型ってあれじゃん。自分と一緒じゃん、この主人公。タケルだっけ、確か。あれだけ慌ただしい環境にいながら、彼女が目を覚ます気配はなかった。眠ってるのか？しかし、大雨に降られてしまったな。自分も彼女も、髪と服がびしょ濡れだ。バスタオルを持ってきて、まず女の子の髪の毛を拭き取る。服も取り替えないといけないよな。このままだと風邪をひいてしまう。いや、これさ、なんかその寝てるか意識ないかわかんないけど、そのままやったらこれ偉いこっちゃになるから、一回起こした方がいいよ、絶対。女の子の体が濡れてる、どうしよう。自分の服を着てる、お風呂に入れる。待って、これ起こすっていう選択肢はそもそもないの、これ。
これでも雨に濡れてるんだとしたら、一回お風呂に入った方がいい気がするけどね。お風呂に入れるにしてみよう。彼女の肌が薄汚れているのが気になった。おそらく雨に降られたせいではないだろう。体も冷えているだろうし。とりあえずお風呂でも沸かして入れてあげようか。風呂場でお湯のバルブをひねるとゴボゴボとお湯が流れ出てくる。うちのお湯は溜まるの早いからな。5分もしないうちに入れるくらいまで行くのだ。おお、それ結構早いね。早くこの体を温めてあげないと。なんかちょっと待って、これ怖いよ、なんか。怪しいよ、言い方。あ、でも俺男だし、やっぱり、向こうはそういうの気にするのか。いや、それ気にするでしょ。まず起こしてあげよう。なんて考えてるうちにお湯は溜まってきていた。そろそろいい感じじゃないか。立ち上がろうとした瞬間、湯船に頭を叩きつけられた？滑ったってことこれ。ガボゴボガボボ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 。何者かに後頭部を押さえつけられて上がることができない？何者かってこれ、少女しかいないよね。誰だ？俺を殺すつもりなのか？ゴボボボボゴボボボ。めっちゃ沈められちゃってんじゃん、これ。俺はお風呂の中で、溺死してしまったって。待って、これ。言い方がなんか軽すぎない？しかも、溺死っても死んじゃったってことだよね。え？まさかのゲームオーバー。これお風呂選んだ時点でダメだったってこと？やり直すしかないよね。ああ、これなるほどね。ここまで戻ってくれるんだ。これありがたいな。じゃ、自分の服を着てるしかないじゃん、これ。今からコンビニ行くのも面倒だしな。また雨の中を走るのかと思うと億劫だ。しょうがない。俺の T シャツを貸してやるとするか。ブカブカだけど少し暖かいだろう。何も着ないよりはマシでしょう。濡れた体をバスタオルで拭いてから着せてあげることにした。さて、これで本当に落ち着いたな。髪も乾かしたし、服も乾燥したものに取り替えてあげた。それでも未だ目覚める気配のない女の子。だいぶあれだね。深く眠ってるね。て、この子よく見れば、体のあちこちに怪我をしているじゃないか、だって。切り傷、あ、違う違う、擦り傷、切り傷、頬の腫れ、頭のたんこ、まあ、いろいろとひどい。へえ、めっちゃ傷だらけじゃん。まるで虐待を受けたような惨状。言葉にするのも、これなんて読むの？また難しい漢字書くね。ほんと手のかかりそうな、こそうだな。俺は救急セットを取り出して彼女を解放することにした。痛そうな傷だ。手当てしてあげる。そのままにしとく。いや、これは手当てしてあげるしか選択ないでしょう。まったく、誰が、こんなひどいことを。俺はツイッター。これなんて読むの？諸作？諸作ってどういう意味？女の子の傷の一つ一つに対処していく。バンドエイド、湿布、包帯を巻いたり、消毒したり、少しだけでも知識があってよかった。解放されている時の彼女の顔は、ふわっと和らいだような表情だ。この子が早く良くなるといいなぁ。あ、でも優しいね。ちゃんとそういう風にね、思ってくれてるのはね。柄にもなくそんなロマンチストみたいなことを考えていた。あ、でもいい、とてもいいことだよ。さて、怪我の手当ても済んだことだし、一服でもするか。あ、この方あれなんだ。タバコ吸うんだね。何？ほっと一息テレビを見ていると、ぐぎゅるるるる、あ、すげえ音だな。俺の腹の音だ。少女じゃないの？なんかご飯食べなよ。そういえば仕事終わってから何も食べてなかったな。晩ご飯どうしよう。お腹空いたな。出前を取る。自分で手作りする。うわ、これも自分だったら絶対出前を取るだわ。ちなみに自分も、一年、下手したら二年ぐらいかな。自分で一回も料理してないわ。まあ、ここはね、じゃあ出前を取りましょう。この雨の中また出かけるのはどう考えたって効率的じゃない。ちょっと高くつくけど、面倒くさいし出前でも取るようにしよう。重い腰を上げて、俺は冷蔵庫に貼ってある出前のチラシを確認した。よし、今日は、釜飯にするか。この子が起きる時のために二人分頼んでおこうだって。おぉ、すごい、めっちゃ優しいね、この方。
スマホでネット注文してっと。最近はね、スマホでね、ポチポチするだけでね、届けてきてくれるもんね。これでよし。あとは届くのを待つだけだ。ワンタッチで飯が届くってすごい時代になったものだ。いやーね、本当にそれなのよね。しかも早いしね、美味しいご飯持ってきてくれるし、自分もね、めっちゃ利用してるんですよ。やっぱり送料とか考えると、一人の時に頼むのは気が引けるけど、わかる。自分だから、送料無料の時とかね、しか頼まないんですよね。たまにはこういう贅沢も悪くないかな。出前が届くまでに少し時間がかかるな。待ち時間を何をしていようか、スマホいじってても潰れる時間なんて知れてるしな。そうだ、女の子の様子はどうだろう。ん？女の子悪夢を見ているのか、苦しそうに眉を寄せているだって。彼女はこのまま寝かせといて本当にいいのだろうか。よくよく考えてみれば、俺は気を失っているこの子を勝手に連れてきてしまったわけだ。そうだよね。なんで最初に起こさなかったんだろう。親御さんは心配してこんな雨の中でも彼女を探してるのではないか。そんな良くない想像が脳裏をよぎってしまう。やはり警察に連れて行くべきだったか。いや、しかしこの雨の中、薄着の女の子を連れ歩くのは、ああ、もう、俺はどうするべきなんだ。とりあえず彼女が目を覚まさなければどうすることもできないぞ。ぐっすり眠ってるようだ。いや、起こそう起こそうってかさ、ここまでこの選択肢出てこないっておかしいよね。これ起こそうよ。やっぱりこのまま放置しておくわけにはいかない。どう考えたって起こして事情を聞いて警察とか保護施設に連れて行った方が現実的だ。おい、起きろ。大丈夫か？少女の体をゆさゆさと揺する。それでも目覚める気配はない。おい、おい、起きてくれ。君に聞きたいことがあるんだ。さらに激しく体を揺さぶる。ダメか。どうしたら起きてくれるんだよ。何か、外的なものを試してみるかってなんか言い方すごいしさ、そこまでしなくていいんじゃないの別に。体は温かいから死んでいるわけではなさそうだし、少しくらい脅かしたって。ええちょっと待って。これ血出てない？驚かし方のレベルが違いすぎるんだけど、これ主人公サイコパスだぞこれ。怖い怖い怖い。ギヤー目の前で眠っていた少女はいつの間にか起き上がりこちらを凝視している。クスクスクス。え？笑ってる？俺の目に眼球に何か刺さって、え？待って。これさ、主人公がグシュってやったんじゃなくて、少女に何かされたってことこれ。これは、裁縫針？なんかすげえやばい人連れてきちゃったんじゃない？待って、嘘でしょ。ここでゲームオーバーになるの？起こしてダメってどういうこと？じゃああれ寝かせておくしかなかったってこと？きね、続きがね、気になるところではあるんですけど、長くなっちゃったので一回ここで切って、また次回ね、この続きをやっていこうかな。まあこれすげえ、めっちゃこの続き気になるわ、ということで。ここで終了にしようと思います。ご視聴いただいた方、ありがとうございました。